今日のお題はスターフルーツだよ。スターフルーツ、名前を直訳したら星の果物だけど、一体どんなものなの？それじゃあ説明していくね。スターフルーツはカタバミ科五霊種族の柑橘系果物だよ。原産は東南アジアで、現在は熱帯や亜熱帯の様々な地域で栽培されているね。日本だと沖縄や宮崎県で栽培されているよ。スターフルーツって名前はどこから来ているの？それは形から来ているよ。スターフルーツは五稜星型をしていて、断面がそのまま星型をしているんだ。それはすごいね。なんでそんな形になるの？品種改良。品種改良じゃなくて、子房の段階から五角形になっていて、そのまま成長して星型の実ができるというわけだね。それで味はどんな感じ？梨みたいなさっぱりした甘さがあるようだよ。見た目からみかんに近いと思ってたよ。